さあ今週も、焼いたカントリー所属中川プロよろしくお願いします。お願いします。そして、中川プロには、斉藤さんが、はい、お付き合いいただけるということでよろしくお願いします。お願いします。もういいドライバーショットも出てましたし、はい、ね、いいとこもあるんで、まだ決着がついてない、ね、このチーム同士でございます、はい、今のところワンアンダー同士でやっておりますので、はい、今日は何らかの形で決着をつける、そうですね、はい、はい、いうことですね。斉藤さん、今日はレディースティーがどんだけ前に出てるか楽しみですね。はい、あんまりこれ言うとプレッシャーになっちゃうから、はい、でも楽しく、ね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガチゴルルール説明。今回のルールはスクランブル方式。チーム全員でティーショットを打ち、両チーム一つだけセカンドショットに使うベストボールを選択。その後もベストボールを選択し続け、チームが同じ場所からボールを打ち続けます。ホールアウトするまでこれを繰り返し、チームとしてのスコアを記録。4ホール合計で決着をつけます。勝利チームには番組特製ガチゴルゴールドメダルが授与されます。今回のバトルの舞台は桔梗コース9番ホール、365ヤードパー4、まっすぐな打ち上げミドルホール。セカンドはワンクラブ大きめのクラブでしっかりと狙いましょう。さあ今週は桔梗の9番ホールからスタートでございます。中川プロ、こちらの特徴を教えてください。はい、そうですね、このホールは今違うこと考えたら今戸惑ったのもあっちのクラブハウスから見えてますからね。まっすぐの打ち上げのホールになってます、はい、で目標としては貯水タンクみたいなのが見えると思うんですが、そっちの方向に狙っていただければいいのかなと思います。ちょっと右にこう、はい、傾斜も右に、はい、来ているので、うん、でセカンドからが意外と打ち上げが結構きついので、はい、2番手ぐらい上げてもいいんで、アマチュアの方とか飛ばない方だとちょっともう2番手3番手上げてもいいんじゃないかなと思います、はいはい、じゃあ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。違うこと考えてますか。よろしくお願いします。昼飯何かを考えてないですちょうど9番ですけどね。中継さん、貯金額考えてるの。おー、よいしょ、よいしょ。さすが、違うこと考えてます、こいつ。だからな違うことあら、ヒールだ。フェアウェイか、残るか、はい、残るか、ちょいラフ、いや、キワキワいいでしょ、はい、でも飛んでます、うん、ではレギュラーティーからレガプロお願いします。はい、お願いします。お願いします。オッケー、はい、ナイスです、はい、ナイス。ではレディースキーから斉藤さんお願いします。お願いします。お願いします。あー、ちょっと力が入っちゃいますね。どんまい、はい、フェアウェイです。今僕何にもプレッシャーかけられなかったですね。生きんじゃいました。生きちゃいますね。このホールはちょっと見ますよね、距離が出ないとリリースティーでもドキドキ。そうそうね、最終にショットが出ちゃったから逆にそう、よしと。なんかできる限り飛ばしたいホールだから余計に力入っちゃいますよね。ここ上に行かないとなかなか。そうなんですよね。まあ中川プロのがいいところにあるんで、はい、安心して、はい。
右、うん、ちょっと右どうですかった今。いやなんか、うん、カットで打とうと思ってフルショットしたら大きいから、うん、ちょっと右行っちゃった、うん、ナイスです。いいんじゃないですか。弱い？行ってる？行ってます。距離は行ってると思いますね。うん、距離は入ってます。はい。お出ました。OK サンキューが。OK サンキュー。OK ありがとう。うん。これいいんじゃない？うん。ナイスです。ありがとうございます。これもいいな。おお。あら、やられたか。いい感じでしたよ。ちょっと行ってみて。どうなの？はい、ありがとうございます。はい。いい感じ。素晴らしい。ありがとうございます。見てくださいこれ。参ったよ。いや中継さんのでも十分だけどこれがね。これがね。こんな左打っちゃっても。許せないよ。さあこれは中継さんとレイカちゃん何としてでも入れないと。本当だよ、ずっと追い詰められてるねうちら、ね、はい、あよし、じゃあ俺行くよ。はい、追い詰められてるずっと、はい、さっきのずっとロングからワンボール甘いですね。いい、はい、ナイス、なんとかこらえた。いやあ、ナイスバーディー。おーい、イエーイ。なんとか。はい、ナイスバーディー。ナイスバーディーです。いやなんと。素晴らしい。いい戦いです。いやくっついてる。ナイスです。一生懸命くっついてる感じ。耐えましたね。